お疲れちゃんスラットです。今日はですね、こちら新信長の野望やっていきたいと思います。さあ、ということで、なんとね、 BB ゲーム株式会社様より案件をいただきましてね、今日はこちらのね、新信長の野望を、はい、やっていこうと思うんですけども、まあ、こちらね、なんと6月14日にリリースされました。なんで今リリースされたばっかってことで、もう今始めればもう誰でもね、最強になります。はい、頂点取れるんで、まあ俺がいるっすけどね、はい、ぜひちょっと始めてください。さあ、早速ね、始めていこうと思うんですけど、まあ、このゲームちょっとね、ちょっとどころじゃねえ、すごいとこがもうマジあんの。早速すごいとこあって、それちょっと言わせてもらうと、このね、キャラの声って言ったらあれだな、声優さんがガチでやばいんですよ。これマジどうやばいかって、まあ、このね、信長の野望、新信長の野望なので、まあ、いろいろな歴史上人物がこういるわけですよ。まあ、信長とか家康とか、まあ、明智光秀とかはいろいろ出てくると思うんですけど、そのね、声優さんがすごくて、いや、ちょっとその話してるとちょっと進まないんで、もう早速ちょっと始めていこうと思うんですけど、声優がね、豪華すぎてやばい。はい。ということで、ね、早速始めるとね、まあ、このような画面になっておるんです。僕も結構やってるんで、マジで、そう、リリース日から、やってて、もう結構進んでる方なんで、みんなから見たらどうなってるのかわかんないと思うんですけど、まあ、基本的な城のね、まあ、天守っていう城があるんですけども、さあ、これを大きくしながら、まあ、自分のね、まあ、パーティーとかを組んで、まあ、自分の村を、まあ、城を大きくしていくって感じですね。まあ、軽くね、一つずつ説明すると、さあ、この天守とね、城があって、まあ、城からこういろいろね、市場とかあるんですけど、こういうのをまあ、強化しつつ広げていく。で、強化していくと、まあ、どんどんね、他の勉強場所ね、さあ、学問図とかいろいろできるわけで、これもね、ケツがなってると、ケツ。これもね、今はこれ以上上がんないんですよ。あ、これはでもまだ今、さあ、強化できるので、しっかり強化してね。で、これ40分、50分経つと、まあ、強化完了ですよっていう。まあ、これはオフライン状態ですね。もうこれ、ポイってしてても、タスク切ってても、これ時間経つので、なんだろう、もうほんと朝起きて、ログインして、あ、ちょっと進めちゃおうみたいな感じの、まあ、楽にできるんで、僕もまあ、朝起きた時とかね、さあ、電車とかでね、そう、よく強化してます。はい。で、この辺でまあ、強化していくよって感じかな。で、基本的にはね、まあ、自分の、まあ、メインキャラというか、まあ、カードですね。はい。カードで、こう、武将が手に入るわけですよ。で、この武将を、まあ、使いつつね、はい、戦ったりしていくんですけども、まあ、これ今僕が持ってるね、もう、最強軍勢ですよ。はい。まあ、このね、オレンジ色のカードが SSR で、まあ、一番上のランクですね。はい。一番上のランク今3枚持ってて、まあ、それ以外何枚か持ってるよって感じなんですけど、まあ、このカードどうするかっていうと、これね、城出て、攻めに行きます。はい。戦いに行きますね。で、戦うときは、この左の探すをして、もうね、勝手に見つけてくれるんでね。これめっちゃなんか便利なんですよ。自分でね、なんかわざわざ探さなくても、こういう敵がいるよって、ね、見つけてくれるので、まあ、このね、よいしょ。槍の兵士か、まあ、馬なのか、忍術なんかどこ攻めるのっていうので、まあ、自分で選べれます。はい。でも、これ見つけて、もう進行をします。で、これで僕のもうパーティーができてるので、もうこれで攻めるよっていう感じですね。はい。まあ、操作は簡単ですね。で、これがね、3体で1パーティーになるの。そう。で、どれがリーダーで、どれがこう2番手で、みたいな、それの位置で、結構なんかね、変わったりするんですよ。能力とかが。だから結構、ま、複雑な部分、奥深い部分もあります。はい。で、まあね、これ、左がね、自分の攻撃力か。1497。相手3600なので、あ、無理だ。あ、無理です。はい。これちょっと相手が強すぎたんで、探す相手をね、変えます。これレベル5になってるんで、ちょっとレベル4のね、そう、ちょっとレベルが僕にまで早すぎましたね。はい。で、レベル4だと、結構余裕で、はい、倒せます。まあ、一旦ね、攻めてみますね。はい。出撃。行ってこい。もう行ってこい押すと、もう見てください。もう自動で。結構ゆっくりだな、君。もう自動でね、倒しに行ってくれます。はい。この間はもう休憩。王様気分でね。はい。俺がね、頂点なんで、はい。ラッド剣心です。はい。ラッド剣心。まあ、上杉剣心が好きとかではないですね。別に。全くそういうわけではないです。なんなら上杉剣心、そんな知らないぐらい。なんか欲しいなと思って。そう。ラッド剣心にしました。はい。とか言ってる間に、もう勝ってくれてね。で、戦って勝ってくれると、なんかこう、アイテムとか、経験値とかを、もうもらえるんですよ。これで。そう、これでもう強くなります。っていう、まあ、結構シンプルに見えるんですけども、まあ、やることはね、意外と結構あるんですよね。そう。で、まあなんだろうな、この間にまたね、次攻めるとこ探したりとかもできますし、まあいろいろできるんですけども、まあこれ勝つか負けるかとかね、まあ当たり前に勝てるわけじゃないんですよ。そう。で、これなんかキャラのね、相性みたいなのもね、あるんですよね。そう、それがね、
さあ、こちらね、相性表をちょっと見ていくんですけども、さあ、まあ、槍兵はね、騎兵に相性が良くて、騎兵はね、忍者に相性が良くて、忍者は鉄砲、鉄砲は槍、みたいな感じの、まあ、四角のね、はい、相性があるので、これの相性が良いカードをメインで戦うと、まあ、20% ぐらいね、なんかこう、HP とか攻撃力アップみたいな。逆に相性悪いと 20% 戦闘力下がるよみたいなのもあるので、まあ、やっていくうちにね、こういうのもちょっと意識しながらね、パーティー組んで戦っていくって感じですね。そうで、まあ、大砲の、大砲真ん中の大砲みたいな大筒は、これはもうあの、何も関係しないよ、影響しないよっていう、まあ、最強みたいなもんですね。はい。まあ、基本的な流れはこんな感じですかね。いや、まじでざっくりしか話してないんですけど、まあ、まじ探して、まあ、攻めて、で、このね、自分の戦闘力があるんですよ。そう、右上に、まあ、1497、これ僕の戦闘力ですね。で、相手が800で、これ相性がいいので、まあね、20% も回して、さらに、ね、余裕で勝てそうだよっていう、敵は弱い。撃破可能。もう舐めてるんですけども。で、これね、この、自分の1497っていうのは、この兵士の数で結構変わるんですけども、僕はまだこのね、カードのレベルが上がれば、これま、もっとね、そう、連れていける。味方の戦闘力上がるみたいな。で、この兵士の数なんですけど、ここの兵士を、なんか訓練して、連れていくみたいな。そんな感じですね。なんか兵士のこのキャラも、今5種類なんですけど、だからもっと増えんのかな。なんかもっと強い兵士になったりだとか、まあ、するっぽいので、まあ、兵士を訓練して、そう、いっぱい連れていくと、まあ、その分戦闘力が高くなるよって感じかな。まあ、今はこれね、もう一旦、はい、見届けるだけなんで、まあ、見届けるだけですね。さあ、戦ってます。勝利です。さあ、よくやったよってことで、まあ、他にもね、ちょっと説明すると、まあ、いろいろあるんですけどね。相手側の大工をね、引き抜いちゃいますね。俺の部下になる。いけ!なんか派遣しとくとね、まあ、なんか、いいもんくれます。はい。自分の能力上がります。強くなります。で、こう、びっくりとか押して、なんかね、武器作ってくれるんじゃない?みたいな。いやー、頑張ってくれやって感じでね。はい。さあ、木が1万とかもらいます。いやー、でかいっすね。さあ、今ね、基本的な、まあ、戦うとか、いろいろ紹介したと思うんですけども、この、まず真ん中のこの上にね、いっぱいこの、なんか小麦みたいな岩とか、いろんなこうマークあると思うんですけど、これはまあ、資材みたいなもんですね。はい。この採掘場とかこういう資材が、まあ、時間経てば勝手にね、もらえるわけですよ。そうで、僕今めっちゃあるんですよ、これ。300万ってこれ、えぐいんですよ。これマジで、ちょっと前まで1万とかだったんですよ。1万でも頑張ってんなだったんですけど、なんかいっぱいこうログイン報酬とか、なんかすごいなんか無料でもらえるのがすごいあるんですよ。そう、ノルマがあって、これノルマ達成するだけでめっちゃもらえたんですよ。で、今300万ってもうバグってます、ガチで。もう大砲です、今。このね、資材は、この武将のね、レベル上げとかにも使えますね。そう。さあ、今、レベル18、こいつマックスだな、モーリー。ここをね、こう、強化していくと、この兵数、さっきね、戦闘力あったと思うんですけど、これがね、やっぱ上限が上がっていきます。お、さあ、城のレベルを上げると、天使ですね。はい、よりレベルをね、18よりも上げれるよっていう。さあ、このね、やっぱ SSR はね、上げ得ですからね。元々の武将のあのカードもレベル上げれるし、こっちのね、兵士自体も上げれるんで、こっちを上げたら上げたで、まあ、戦闘力も上がりますし、まあ、なんか両方育っていこうぜって感じかな。ほんでこの城を上げていけばいくほど、他のやっぱレベルとかも上げれるので、まあ、メインはこの城上げですね。そう、城を強くしてって感じかな。資源の採取ですね、こちら。まあ、さっきはね、野党ですね。もう本当に野良ですよ。そこら辺にいる。おい。行けっつって。まあ、戦の世界なんでね。はい。もう戦いまくってたんですけど、これはもう資源メインなんでね。はい。まあ、市場、農地、こういったところに探しに行けるよと。で、採集して、大筒は採集に適しております。さあ、行ってらっしゃい。見てらっしゃい。採集は、めちゃくちゃ遅いわ、これ。見てこれ。すんごいこれ。さすがにこれね、今から動画で20分くらい待つってなるとちょっとまた話が変わってくるので、まあこれは一旦置いといて、続いてメインメインなのか?いやまあメインでしょう、ガチャがあります。もうみんな大好き、俺も大好きよ。もうね、脳汁ドバドバ出したい。ガチャです。はい、こちらね。マジガチャの種類が4種類もあるんですけど、これはあの武将ですよ。僕の持ってる、この武将、これがね、手に入ります。はい。SSR をね、引くためにね、めちゃくちゃあります、金が。はい、僕今金持ちなんでね、戦国一の金持ちなんでね。でね、ガチャが4種類あるんですけども、まあ、間違いなく、思って限定もある。いや、限定もあるんだけど、
1回無料だから引くね。メインはね、ちょっと待って、織田信長これっすね。英雄集結。多分これね、いっぱいいるっすよ。何でもいるっすよ。の 0.04% はえぐいぜ。0.04 はね、俺でも引けん。これ、てか種類を家康、秀吉、まあこの辺ならわかるっすけどね。そう、でもね、ぶっちゃけもう、この辺なんて言うと、あ、スキンヘッドだ。もうね、あだ名で呼んじゃわないとね、ちょっとわかんなくなっちゃうね。いや、マジで、信長、引きたいね。そう。まあでも、いろいろちょっとあるっすね、ガチャ。まあでも、一回この無料引いてからの、ちょ、ガチで信長当てよう。で、このゲーム、信長が結局最強らしいんですよ。そう。信長が一番強いらしいので、さあ、これはまあ、秀吉かな。秀吉をくれ。うわ、かっこいい。桜がね。あ、で、これは今回はアイテムがもらえたって感じですね。さ、カードのかけら。これ40個で実際のカードになるよっていう。まあ、そういうパターンもあるんでね。めちゃくちゃ便利だな。ね、だから、織田信長のかけらを40個集めれば、もう織田信長がゲット。ちょろ。さあ、ということで。これ、行くしかねえな。英雄集結。うわ、マジで。ガチで、まあ、この前の3頭欲しいね。織田信長、徳川家康、豊臣秀吉と、ついでに、上杉謙信、ラド謙信、4体引きます。まあ、1回無料だ。まあ、ぶっちゃけ好きっていうか、かっこいいのはやっぱ明智光秀とかかっこいいよね。おー、しまっちゃんね。金券10枚で10連投げ。まあ、1回1枚か。100枚あるんで、100連やっぱ、いきます。ガチで信長。これ本当に来たらマジで熱いよ。チキン。んや、出ない !SSR0! チャチャが出た。かわいいチャチャ。わあ、マジか。いや、でも、刀のエフェクトっていうんですか、グラフィック。もう絵がめっちゃかっこいい。そう、絵がかっこよくて、音もいいんだけど、出ない。いや、なんかね、確定演出みたいになりそうだけどね。ちょ、リベンジ。さっきと一緒。いや、出ない！いや、待って、全然出ない！うわ。やばいね、これ。ちょ、待って、確率これ、1% だもんね。SSR1% だもんね。ってことは、ま、100回いけば1体なのか。うわ、結構難易度、えぐ。まだ80もあるんでね。全然、もう余裕ですから。チキン。お！絆解放。あ、キャラとキャラのコンビネーションみたいなね、感じさ。大筒方位値。大筒方位値 2% 上昇。さあ、キャラの、コンビ技。いや、こういうのも熱いね。まあ、でも、SSR 出んな。大友さんね。いや、マジで申し訳ないんすけど、歴史の人物、全然わかんない。もう、なんて、安牌のとこしかわかんないですよね。うわ、やばい！待って、爆死？説ある今日。いや、ガチでやばい。いや、信長いきます。もうね、SSR わかった。一体でいい。一体でいいから信長ちょうだい。信長だけ欲しい。本当に。うわ、やばい。ガチでやばい。ね、こんなに出ないことあんだっていうくらい出ない。そんな簡単ではないやと。でもここはかっこいい。じゃあ、しまっちゃん持ってないよ、俺。持ってなかったっけ？これ、シンって出てないから、持っとるやないかーい！ SSR 初当たったんだけど、これ持ってますね。そう。レベル18は持ってるわ。うわー、かぶりなんてことある。これ、渋いー。まあまあ、当たっただけマシか。当たっただけマシか。あと、やばい。40連。こい。あ、これ金じゃない、色が。刀の入る瞬間の色が金だった、さっき。
さっきかな、何個前か。ここ、これ来たでしょ。じゃ、信長、家康、家康、家康、軍団の槍の攻撃 4% 上昇、攻撃力と防御力が 16% 上昇させ、いや強い、え、家康強い、いや間違いなく強いでしょ。もうなんならトップ3に入ってくるぐらいじゃない、これ。いや、あっちー、まずは家康よ。いや、俺の、でも、ね、本命は信長なんでね。いや、まあ、家康当たっただけでも神だ。いや、でもやっぱ、ここ桜がね、溶けるときが金色だ。わー、ピンク。さ、さすがに出ない、酒井さん。来い、頼む、うきた、こ、浅井ちゃん、かわいいけど、かわいいけどね。いや、持ってないんで、もう全然嬉しい。よし、いや、でも皆さんまだ回せるんですよ。金2000あるんで、1800で10連できるんですよね。いや、これいきます。信長引きます。ガチで来い信長。あるあるある、あー、さっきと一緒じゃない？あれ、おいち似てるね、兄弟か。でも全然違うキャラなんだろうけどね。あ、でも回復キャラだ、このキャラ。結構熱いな、それ。あ、ちゃちゃとね、浅井ちゃんとね、いいじゃん、いいじゃん。いや、でもこのね、やっぱいっぱい持ってると能力発動するのも結構いいですね。いや、でもスーパーレア、そう考えるとでも結構当たってない。いや、1% だよ。1% 3体ぐらい引いたよ。さあ、先ほどね、ゲットした、まあ、家康含めね、もう、可愛い子たちをね、強化していきます。さあ、こちら。家康、いや、家康でも熱いな。レベル18まで行ってんで。で、これもね、なんかいろいろ本当は使うんですけども、僕めっちゃ持ってるんで、お金とかも。そう、すぐレベル上げれる。さあ、SSR メインで、もう全部ね、マックスまで行っちゃう。あ、気持ちいい。まあ、この強化したキャラを連れて、さあ、城を出てね、戦いに行きましょう。ここで探して、まあ、宿をね、はい、選んで、起こすともう味方のこのパワーがね、やっぱ上がってますからね。新しく家康リーダーか。リーダーの方がいいよな。さすがに家康はリーダーだよな。さあ、家康リーダーにして、これね、なんかこの、役割にね、合う合わないとかがあるんですよね。そうなので、可愛い女の子たちは戦闘にはいけないよと。さあ、他を選んであげて。いや、大市でも強いな。奥義が使えないっていうやつですね。そう、自分の役割に合わないとっていう。まあ、強い毛利さん連れていくか。さあ、これでパーティー変えて、さあ、こちらで出撃です。はい。行ってこい。いや、マジで、めっちゃ強いでしょ、こんなん。もう余裕で倒せますよ。そう、戦って、いや、さすがに負けん。おい、戦闘勝利。寝そう。まあ、戦闘勝ったので戻って、で、このね、温泉って言ったらあれだな、湯治があるんですけど、これはね、兵士が、まあ、負傷した時ですね、まあ、怪我した時に回復してあげたりするんですけど、まあ、今回はね、みんな無傷だったということで、いや、さすがね、我が部隊です。という感じなんですけども、まあ、最後にね、こちらね、同盟というものがありますね。まあ、なんか、よくあるチームというか、まあ、クランというか、まあ、そういったものなんですけども、これね、ラド城。はい。俺の後ろ立ってます。立てました。もしね、始めたよって方、いましたら、これもうぜひ、俺のこの城に入ってほしい。今、一人ぼっちなんですよ。俺の後ろ。そう。ちょっと立てたんで、ちょっとぜひね、俺と同盟組んで、天下一取りましょう、マジで。よければね、このラド城、ぜひ申請してください。はい。誰でもね、まあ、やる気あることなら、同盟組むんでね。はい、行きましょう。さあ、ということで、まあ、基本的なね、ことはもうほんとこんな感じかなと思いますね。もう、城育てながら、自分のね、カード、兵士、育てながらね、戦って、送り返していくって感じなんですけども、これ今ね、まだまだもうちっこいんですよ。僕なんか最初のステージ選べて、そう、中国地方みたいな。僕、岡山出身なんで、中国、九州地方みたいなメインにやってるんですけど、これもっともっと強くなって、大きくなっていくと、もう他のね、なんだろう、もう関東行ったりだとか、もう違うもう、地域に行けるんですよ。
そう、まあそれがなんかこう関ヶ原の戦いとかこういろいろあるじゃないですか。まあ多分ああいう戦いとかになってくると思うんですけども、そうまだまだこう僕も始めたばっかりなんで、まあよければね皆さんも始めてみてください。マジで本当に毎日ポチン、朝起きた時、仕事前、電車、なんか寝る前、いやもうそんだけでもねできます。そうやろうと思えばねもう一日中できるんですけど、それはそれちょっとねやんなきゃいけないことちょっとおろそかになったりするかもしれないんで、まあ、気をつけた方がいいんですけども、自分のね町というか城がね大きくなっていくのはね結構こうやりがいがあってね、はい、おもろいので、ぜひね皆さんも、ラド城、はい、同盟待ってます。ではお疲れ様でした。またね。